ステップ4、現実です。今までの話してたことは、ノイズの効果がないゲートなどは考えてたんですが、今回にはそれが入れてみましょう。まずは、更新でなくしてしまうことは、話したことあるんですが、もちろんそれが、更新がなくしてしまうと、ベルペア、ベースのベルペアはできないので、できないなら、プリフィケーションも行いませんので、それも必ず失敗になります。ゲートエラーなんですが、それは血管のあるゲートになるかもしれません。で、それはもちろんそれがフィデリティに影響します。それからメモリーエラー。量子リピーターは9ビットを持ってそのメモリーにあるんですが、それは待ってるケースが多いので、その待ってる間にはフィデリティが下がって、それからそれが問題になりますから、それも、もうエラーになるでしょう。それから、メジュメントのエラー、測定のエラーになるんですが、測定がエラーになる場合には、それが、例えば、パリティが正しく計算してないことになります。そのパリティが間違っていると、2つのケースがあるんですが、1つは、いいベルペアだったのに、悪いベルペアだと思ってたから、それは捨ててしまいます。もう1つは、実際は悪いベルペアなんですが、それがいいベルペアと思ってたから、それをそのまま保存します。で、最初のはそれがパフォーマンスに影響するんですが、二つ目のケースはそれが、フィデリティに影響します。で、例としては見てみましょう。まずはその再帰的なことで考えることなんですが、その再帰的なシステムではやりたいと思います。それから、最初には、2つのベルペアを作って、それがベースのフィデリティがあって、ピュリフィケーションが成功すると、F プライムのフィデリティになります。下の方には、まずは F ベースが、1つのベルペアができたんですが、2つ目のベルペアは、格子がなくしてしまったから、そのベースのベルペアはできませんでした。それから、これがもちろん、これが、ピュリフィケーションは行いません。で、この2つのベルペアを持つままなんですが、その持ってる間には、さっきの言ってた通りには、メモリーのディコヘレンス次第には、フィデリティは下がる可能性はあります。で、このぐらいの時間を待たなければならないんですね。F ティルダベースが、その F ベースが待って、品質は下がりますので、F ベーステルダと呼びましょう。そうすると、上の F プライムのフィデリティのものを持って、F プライムティルダを呼んで、必ずこれが F プライムティルダが F プライムより低くて、F ベーステルダが F ベースより品質は低いですね。そうすると、もう一つのできているベルペアが、それがベースのフィデリティになりますが、こういうふうにはベルペア、ピュリフィケーションを行うと、F ベーステルダと F ベースのものを一緒にやって、F プライムプライム、F ダブルプライムになって、それからそれが F プライムティルダと一緒にピュリフィケーションを行うと、その F トリプルプライムになります。ですが、これがすべての待ってる間にはゲート操作やったり、測定やったりとかにはすべてにはエラーに行う可能性がありますので、それももうフィデリティは下がります。一つ目のエラー、メジュメントエラーと もう少し調べてみましょう。で、これが、理想的なメジュメントなんですが、理想的なメジュメントが、こういうプロジェクター、この射演算子を使うことにはなるんですね。A0 の射演算子が00、A1 が11になるんですが、0に出てくる確率は、それが P04 で、それの A0 かけるローのトレース。1が出てくる確率が A0 かけるローの行列のトレースになります。そうすると、それがもちろんそれはプロジェクションにはなるんですが、その測定後の状態にはこういうふうになります。ローにはその A の演算子に挟んで、そしてそれがその成功した確率にはその確率に割ります。それから、
これが理想的なことなんですが、エラーが行うケースにされると、モデル管理をしなければなりませんが、2つの手法があります。まずは、そのエラーの確率は PN と呼びましょう。一つ目の手法なんですが、その A0、A1 じゃなくて F0、F1 の遮影演算子に使いましょう。で、まあ、さっきは A は一般 のことだったんですが、この F0、F1 はこれが、faulty の演算子と呼びましょう。で、それが、さっきの演算子は、まあ、PM が0の場合 には、その上の F0 が、これも A1 の、A0 の00になるんですが、F1 が、さっきの A1 と11になりますね。ですが、PM は0ではない場合にすると、成功する確率は1引く PM と PM かけるその反対 の結果にはなります。それからもう一つの手法なんですが、それが、測定は完璧なんですが、状態にはエラーがかけてしまった可能性があります。それからそのローがロープライムになって、1引く PM ロープラス、そのロー、X に挟んでいることになります。これの確率の出てくる確率は同様なんですが、F0 ローのトレースイコール A0 ロープライムのトレースイコール1引く PM かける P0 プラス PM かける P1。それから、F1 ローのトレースイコール A1 ロープライムのトレースイコールこの表現になります。で、この確率としては結構同じなんですが、状態は異なるケースもあります。それから、まあ、この測定後 の状態なんですが、ローが、まあ、これが一般 のメジュメント、測定のアウトカムになるんですが、その M0、M1 にはこういう表現になります。これが、まあ、さっき の F0、F1 と似てるんですが、気をつけなければならないことは、これがルートの場合にもあります。計算すると、まあ、上には挟んでありますので、これをかけることになって、まあ、その先の 1-PM にはなります。それから、メソッド1には、この手法1としては、その測定後の状態が、もしかしてこれが重ね合わせにはなる可能性もあります。手法2だったら必ずの結果は、まあ、ケット1、ケット0になるんですが、これが手法1と手法2の異なる場合もありますが、格子の場合にすると、まあ、格子の測定は破壊的な観測なんですが、そうすると、この違いは関係はありません。